大人すぐりって大人多いに、めちゃくちゃじっとりしっとりと攻めてきそう。雰囲気とかめちゃくちゃ大切にする。そしてそれに引きずり込まれて何も言えない葵ちゃん。ゆっくりペースなんですね、わかります。めっちゃゆっくりだけどしっかり外堀埋めてそう。デートプランギッチギチに準備してそう。何回目のデートでキスするとかまで決めてそう。とりあえず外枠は埋められていくな。攻めてくる姿が似合うんだよな。逃さないって感じで。俺から逃げないでねとかあるからね。通常時は滅多なことじゃ言わないと思うけど。攻め攻めの姿勢が似合う男すぐり。なお葵は何でもイエスちゃんのためたじたじになる。葵、次の休日デート行かね。葵、手繋いでもいい？葵、また北上さ来る？葵、表祭りさ陽子、って。葵、うち泊まる？葵、キスしてもいい？あんまり流れが良すぎて全部、うんとしか答えられない葵ちゃん。良くも悪くもねちっこいからな。控えめに見えてめちゃくちゃ押し強いよなすぐり。サイトか断りにくい誘い方してくるもんな。男の子の思春期ってマジフェなって感じにグイグイ行ってそう。葵ちゃんは危機感皆無の何でもイエスちゃんだからな。すぐりが可愛い感じで将来有望な遺伝子だから許されてる感。祭りの時期になったら絶対誘うし、なんなら家にも泊まらせようとしそう。誘う口実をいろいろと探してそう。これの派生かな。このスレも好き。もしこのスレとここのスレの二人だった場合は手を出さないけど、ちょこちょこ外堀を埋めていくすぐりと早く手を出してほしい葵になって少し可愛い。行為の最中俺から逃げないでねと瞳孔開いたあの目で囁くんすかね。葵ちゃん蛇睨みで麻痺して抵抗できないやつ。すぐりはあらゆる可能性めちゃくちゃ予習してから望みそうな偏見がある。弱点見抜かれてすぐりなしでは生きられない体になっちゃう葵ちゃんはいる。大切に大切にしてるつもりが高度な焦らしプレイになってしまい、葵ちゃんからおねだりしないといけなくなるすぐ青。大切にしてるけど焦らしは絶対にするという確信はある。焦らして甘やかしてあげて夢中にさせるとかエッチじゃないか。続けて。ラブラブ甘々なのに物足りない物足りない、うーってなる葵ちゃん。いいね。このすぐりはカジッチの噂ももちろん履修済みで渡してる。あらかじめゴムには針で穴を開けてはらませる気満々。事後自然に破れた風を装いそう。ここのスレのすぐりは行動派だけど、ゲーム本編のすぐりもグイグイ来てたから割と自覚したらグイグイとは来る。偏見だけどすぐりは明るいエロよりしっとりやらじっとりやらのエロが似合う。鬼様に対して異常なほどの行動力見せてたし、葵ちゃんをロックオンしたら化け物行動力で同じく執着すると思う。葵ちゃんなんでもイエスちゃんだし、すぐりを拒否なんてできないのでもうズブズブよ。というか葵がすぐりの目の前で鬼様と力比べして勝って以降の本編が実質それ。葵、デートなんていうかそのすごいじっとりとなんだけど、すぐりがグイグイ来るの、どうしよう。でも、グイグイ来るからには受けて立たないとね。まるで遊だち。ペパー、別に男から女へのアプローチなんてグイグイで当然じゃね。バルデア人、ボタン、ホーン、まあいざとなったらバトルすればいいし、まあ受け止めるなりかわすなりしたらええんちゃうん。耳と島、葵、そう、やっぱり逃げるって選択肢はないんだ。いやさすがに私も逃げる気はないけど、と現状追認しちゃうホームウェイ組。テラリウムドームで星空を見ながら夜のピクニックとかするんだろうな。嫌じゃなかったら、と手を近づけられて拒否するわけにもいかないし、ドキドキで手を握るもののそれ以降何もされないので逆に眠れない葵。姉ちゃんの、すぐ、あんたちょっと何してんの。意外では止まらないやつ。葵、すぐり、すぐりのずるっこ、すぐり、言葉の真似はやめるべ、わや恥ずかしい。葵よ、これ結構使えるかも。動揺させてはやわやになれば有利を取れると思いきや、葵ちゃん側から距離を詰めさせるのがメ的なやつ。二人揃ってご飯食べたり遊びに行ったりと、見た目可愛さも手伝って生温かく見守ってたけど、よくよく見るとなんか主にすぐりから醸し出してる空気感が微妙に虎視眈々気味というか、じっとりしてることに気づいて、もしかして全く可愛くないやつですか、B キャンセルした方がいいやつよね、とっくに進化形だと思うぜ、とひそひそざわざわしてるリーグ部の一部皆さん手遅れ。超わかる。ヤンデレムーブとかではなくて、すぐり的にベストな言動がデフォルトで粘着の雨まみれって感じ。息をするように逃げ道を塞ぐ言動が多いよなすぐり。絶対に葵を逃がさないという執念を感じる。公式で俺から逃げないでねだからね。自覚したらヤバいとは思う。